どうもお待ちどおさまでした。とにかく中をご覧になってください。気に入ってもらえる物件だと思いますよ。何この家。1階と2階をね、別々に貸してましてね、築20年木造 2LDK バス、トイレ付き、家賃が6万5千円。まあ破格っていうか信じられないような値段でね。ついてることに、空いてるのは2階の方なんですよ。だからこの家が何だっていうの。まあとにかく中ご覧になってください。さあどうぞ。ずっと外人さんが住んでたんでね、ワンルーム形式なんだけど、ここにベッド置いてさ、寝室にするなんてのもいいと思いますよ。うん、分かったけど、でも私には払い切れないし、引っ越すつもりなんかないわよ。今払ってる家賃だけ出してくれりゃいいさ。あとは俺が持つからさ。どういう意味？ここに一緒に住まないか。あなたと私が。寝室は別々にしようよ、ね。ここにさ、こうアコーディオンカーテンみたいなものをつけて、俺は絶対そっちへ入らないと、そう決めてもいいからさ、ね。経済的に考えてもさ、一人より二人の方が率なんだぜ。飯だって電気代だってガス代だってさ。ちょっと見てごらん。なかなか広くて使いやすそうだろ。ねえ、飯って誰が作るの？君が芝居やってる間はさ、俺の係でもいいよ。やってる間って？嫌な言い方かもしれんけどさ、一生目が出なかったらどうするんだ。毎日考えてるわよ、そんなこと。才能ないんじゃないかなって。見極めがついたらさ、俺と結婚しない？いつつくか分かんないわよ。成功したらどうする？紐になる気はないさ。それじゃ俺が惨めすぎるだろ。楽屋にね、大きな花束届けるよ。それがさよならの挨拶ってことにしようか。夜綺麗でしょうね。皆さん、与平氏は本当は午後11時半以前に亡くなられていました。このようなものを使って死んでいる与平氏にグラタンを食べさせる方法がある限り、もうそのアリバイは成立しません。外部犯に見せかけようとしたあなた方の敗北は決定的になったんです。真子さん、傭兵氏を刺し殺したのはあなたですね。やめて、ケルさん、卑怯ですわ。一番弱い者を捕まえて。本当に真子は無関係だと言ってるじゃないか。この傷は何ですか。これはどう見ても刃物による切り傷だ。いいえ、違います。マコは本当に何もしてないんです。本当に何もしてない。もういいの、お母様、皆さん、もういいの。マコちゃん、私がおじい様を殺したんです。石をいただきに参りました。あー、お疲れ。あのね、
クリーニング出しておいてくれないかな、汗かいたから。はい。翔ちゃん、お疲れ。お疲れ。評判いいよ。うん、どうもどうも。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ様でした。ご苦労様。お疲れ様。おお、酒吹いてる。お疲れ様でした。お疲れ様でした。誰だっけ、あの。お疲れ様でした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 。お疲れ様。ねえ、今日私どうだった？特に最後のところ。ごめんね、プロンプのページめくるの一生懸命で見てなかった。そう、でも自信あるんだ。あ、私のも持っていてくれる？